ということは、ユーママン VS イタチ。さあ、なんと、マサル VS マサルノス対決実現。ユーママン、さあ、1番人気、4番人気。さあ、また1番人気、4番人気ですね。さあ、5.39 倍からのユーママン、そして、イタチ。こちらが 1.63 倍。さあ、マサルの巣対決、そしてコナコナ 4.95 倍 VS アスグレル 4.04 倍。はい、こちら賞金が500万の100万です。さあ皆様、締め切りよろしいか。さあ、それではユーママン軍の皆様、コナコナ軍の皆様、アスグレル軍の皆様、放送準備よろしくお願いします。イタチさん、放送できなかったら無理にしていただく必要はございません。さあ、迅速な準備のほどよろしくお願いいたします。皆さん、どこの戦いみたいですか？1枠1番ユーママン、2枠2番コナコナ、3番イタチ、4番アスグレル、どこみたいですか？マサル対決がやっぱ見たいということで、これはじゃあユーママン放送行かせていただきます。1、3、3、曲ですね。さあ、来ましたね、こちら。ナイス、こんばんは。ナイス、こんばんは。ナイススクランブル、ナイスベッド。さあ、初めていただいて OK です。わかりました、お願いします。さあ皆様、おそらく今バージョン最後のフィグコロになると思いますね。さあ、こちらユーママ、マサル、タカヒロ、ケントと。さあ、行きますか。さあ、こちら BGM は七英雄からお送りさせていただいておりますが、さあ今回初登場オーガのこのちょっとなんかなんだ、渋いっていうか、なんだこれっていういでたち、なんかマサルって感じがするな、なんかマサルという感じがするな、この僧侶。ただあの僧侶って感じがしねえんだよな。ただなんか、なあ、ほんと、武道、やっぱり王がの僧侶ってやっぱりなんか珍しいよな。なんか王がはどうしても武道家とかバトルマスターとか戦士のな、なんかイメージだけど、この、聖騎士を着たマサル。ヒロアキそうだったか。さあ、マサルからでございますが、さあ、まさかのマサルノス対決。
まあでもなんだかんだマサルノスもね、マサルノスもね、マサルだと思うんだよね。まあ私の勝手な予測だし、あの人様の本名なんかネットゲームから推測するのは、まあ、失礼なんですけど、まあ、それでもマサルノスは、まあ、マサル、ヒロアキがね。だからこれマサル同士、まあ、マサル同士の対決なんですよね。アスグレルが来ない。アスグレル、アスグレル、行ってくれ。アスグレル頼むで。さあ、こちら、タガヒロ落とされまして、このタガヒロさんってこの旅芸人で上手なんですよね。こちら上手。タガヒロさん、どこの固定軍だっけ？いつも買ってるところの旅芸人ですよ。さあ、350からの450から、まずは、マサルノスがしっかりポイントを回収してからの、こちらが、フラット400、400。さあ、ユーママン、マサルノスで持ち合いましてからが、こちらが、ユーママン。さあ、50ポイントリードの展開は、こちらは、オーガ・マサルの方が、現在リードしておりますが、さあ皆様、試合展開はまずは序盤のスタートからでございますが、ここはユーママン軍がリード。さあ、イタチ、レゼール、ミクル、マサルノス。さあ、マサルノス、このね、3名を勝利に導くことができるか、ストルティア・コロシアム界の神と呼ばれた男、マサルノス。さあ、こちらがピンク・タイフーンからが463の337でポイント動かず。さあ、戻りましてからで、ユーママン。こちら、武道家でポイントをしっかり抱えましてから、マサルが150、ケント、戦士で150抱えている。さあ、バランス的には、こちらがユーママン軍悪くないですね。マサルノスさんは女性かもしれないですね。貴婦人なんでね。そう考えると、やはりマサルノスって何なんだろう。まあ、ルノスさんなのかもしれないですね。もしかしたら。日本語ネーム、ルノスさん。まあ、もしかして、まあ、難しいな。まあ、もしかしたら、まあ、サルノスさんなのかもしれないね。サルノスさんで悪魔の申し子と呼ばれて、まあ、サルノスなのかもしれないですね。まあ、そこら辺は皆さんの想像にお任せしますが、マサル君が怪獣のように強くなりたかったから、マサルとティアノサウ、マサルが恐竜みたいに強くなりたいから、マサルノスなんだよって前、いやいやコメントで来て、マサルノスに、そう、本当なんですかって聞いたら、全然関係ありません。特に意味ありませんって言ってました。まあ、そこで言って、マサルさんなんですかって聞いてくればよかったんですけど、ちょっとね、なんか聞いちゃいけない気がしてね。なんか、神だの、善一だの、いろいろみんなにこう、崇められてね、あんまり本名とか、聞いたら野暮なのかなと思って聞いてませんけど。さあ、ところが、今日はマサル君の登場により、まあなんか、マサル対決みたいにしちゃいましたけどね。もしマサルさんじゃなかったらすいません。さあ、1分20秒からでございまして、残り80秒少々。さあ、ここまで終始リードは、ユーママンが終始リード、しておりますが、残り70秒少々。さあ、こちら70秒少々からでございますが、なんと皆さん、大変なことが起こりました。さあ、皆さん、大変なことが起こりました。この後仕事に行かなきゃいけないやつ。この後仕事に。この後、偉い人に呼び出されて行かなきゃいけないやつ。偉い人がちょっと、俺に会いに来たっていう人が来てるらしい。さあ、というところで皆様、さあ、というところで今日最終戦になりました。さあ、こちらが最終戦になりました。いや、経営者は辛い。経営者は辛いが、この前、長野県帰って、予定ずらさしてるから、ちょっと強く言えない。強く言えないけど、しょうがない。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ゴーダじゃないです。ゴーダじゃないですけど、ごめんなさい。ゴーダじゃないですけど、こういうことはある。あ、ぶっちゃけ、今日こういうのあり得るかなと思って、会員放送も早くやった。こういうのもあって早くやった。さあ、こちら464から336。さすがに会員放送やってる最中はこれが言えないので。さあ、これだから会員放送がちょっと早くやりましょう。ちょっと早くやったからといって、内容に手抜きはありません。むしろ、いつもより頑張った。さあ、464からの373からの、牛からの、おい、マジか、おーい。マサルノスが、勝利や、こりゃ。
マサルノスが勝利ではなくマサルが勝つっていう。また会員数比較される。大雨やん。あれ、これはレゼールマサルノスイタチミクルが破れていく。やりますね。ハロワさんよりすげえな。これはやりますね。さあマサルノスどうもありがとう。さあマサルノスまた来てくれ。まあまあこの、まあ、シャッフルで一回負けたからといって別にマサルノスの評価が落ちるレベルにはいないですね。マサルノスはそんな位置にはいないですね。さあそれでは皆様行きますか。やっぱ一度神になるといいですね。一度神になると勝てば神のおかげ、負けても神のせいじゃないという素晴らしいポジションですね。またにしか見なかったな。ティー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 。おい、なんかブラザーズってやつがいるぞ。ブラザーズ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 渋い。ブラザーズ。ブラス219丁目にブラザーズって絶対俺ちょっと放送絶対放送見てつけただろお前。でー、はい、行きました。それでは皆さん、ゆうたくんがやっていたロマサガ1の曲にします。いやこれいいんですよ、この曲いいんですよね。さあというところで、こちらコナコナ VS アスグレルはどちらが勝利してますか。本当かよ、ごめんよ。本当？君誰だっけ、覚えとくよ。レベルの手引きゲーム。人の当てに害です。やってる。逃げる方がいいかもです。本当？結構上げたよ。いや、こっから仕事とかマジテンション下がんな、おい。そういうのが嫌で放送仕事にしたのに。まあ今日はしょうがねえな。本物フィクサーはしょうがねえな。さあ493からの307は粉々。さあ1回は勝っていく粉々。さあ1回は勝つ粉々でございますが、ユーママン VS 粉々。ユーママン VS 粉々。いやクレーム処理じゃないんだけど、さあユーママン 5.39 VS 粉々が 4.95。 おーおいおい、3番人気4番人気じゃねえかよ。3番人気4番人気とか渋いな。いやーこれは渋いな。これね、両方かけてる人は今日は完全終了。今日ね、今日ごめん、12時までには帰ってこないと思う。これ両方ベッドはいないね。両方ベッドしてる人はいません。倍率うまいですけどね。これね、シオン、ネジコ、ヒロキンはユーモマン勝てば1600万、コナコナのところはボーダーが勝てば2500万。あ、そう。おしょんね。ほんとは両方だ。あ、ほんとだ。おしょん勝ち確ないっす。ほんとだ。おしょん。素晴らしい読みだな。
やるな。オション価値格あんま変わんねえけど、ユーマンのがちょっと高いな。さあこちら、コナコナレオセイクリッドカノンのから、あ、ユーマンのが画質いいかも。同じぐらいか。さあコナコナ戦士会心ガードから入れましてから、よかったです、見逃されたかと。見逃してない、ごめんなさい。さあこちら、コナコナ戦士、しかしこのコナコナっちゅうのもね、トーナメントに出ると1回勝つんすよ。1回戦勝って決勝に負けるんすよ、このコナコナ。今日これでね1回終わり、ごめんね、ほんとごめん。これからなのにほんとごめん、ほんとごめん。ただちょっと俺もこういう流れはあるんじゃねえかなと予想してたから、今日簡易放送早い時間にやった。あ、そのちょっと偉い、ちょっと偉い人がね、ちょっと偉い人がちょっと出てきてるっちゅうので、呼ばれるかな、呼ばれねえかなっちゅう感じだったんだけど、まあ呼ばれましたね。さあ400対400からでございますが、こちら3点。3分50秒から。さあこちら、しかしここまで3時間23分、会員放送が1時間早いました。朝の放送もやりました。今日は9時間放送しました。許してください。さあ350対450からでこちら、マサル。さあ戻りましてが、あの氷月乱撃、明日。はい、私はなるべく毎日放送やりたいと思っておりますので、皆さん、そこは楽しみにしててください。そうですね、会員放送はもちろんお約束した頻度でもちろんやりますし、なるべく毎日放送したいと思ってますが、やはりね、あの1回の放送が長いんで、途中でどうしてもやむを得ないスケジュールが入るときは許してくださいね。あの週に1回1時間しかやんねえのに仕事入ったとは言いませんから。ただあの毎日6時間やってて、どうしてもこの仕事行かなきゃいけないときは見逃してください。その代わり1回枠取ったら頑張るんで。さあ300対500からでございましてからが、こちらが2分、50秒からの戻って戻って、さあこちらがセイクリッド落とされてのギガブレイク粉々。さあ粉々、ここはね、もう決勝戦負けの粉々のイメージを払拭したいところでございますけど、ここはリードはユーモマン。なんだかんだこのユーモマンがうまいんだよな、武道かな。さあ550からが、ごめんね。さあこのまあこの放送も仕事ですけどね、放送も仕事なんですけど、あのドラケエに至ってはこの時間がちょっと長いんでね、全部仕事にするとほんあのリアル側の仕事がいけなくなっちゃうんで。さあ250対550からで、まあでもこれで専属で仕事にするって無理だもんな。さあこちら550対250、これを専属で仕事にするって宣言した瞬間にあの A 番になりそうな気がする。さあこちら残り2分間からで現在150、さあ150ポイントからの、さあこちらは粉々。さあセイクリッド落とされてからの563237からで、こちらがフリブレ。さあフリブレ打ちましてからガードが多い。さあセイクリッドガードがあるとされておりますが、まずはこれはユーモマンのポイントを奪ってというところで流れ持ってきたいが、ここは決まったか。さあここはしっかり決めて、ナイス。さあフリブレしっかり決めてから戦士がポイントを回収が、ナイスから。さあカノンのこちらも注目プレイヤーでございますが、287513コンセンサスでこちらは落ちませんね。こちらがケントが落ちて戻されてからが、ここがマサルマサルマサルに迫ってマサル。さあこちらは先ほどの試合、ここは見とれていく、粉々見とれていってからが、あー、どう詰まった、お逆転。さあここで逆転は432368。さあそしてまた戻されて、これは詰まってきた。さあ残り時間60秒でこちらが渾身切り361。さあ渾身切りと全身全霊切りをたまに見間違えてしまう。さあセイクリッド落とされましてからが、こちらがビッグバン放ちまして粉々。さあ合わしてこれはロザリオ。さあここでロザリオきつい。さあロザリオしっかり氷結乱撃、合わしてからが83。さあここで落とせるか。さあここで落とせればでかい。さあ三河市、さあ高広、ここで三河市。さあここで三河市は持っている。さあそしてこちらチャジタでユーママンが、これはいや、これも決まらない。三河市、さあこれは痛いが、ここはコナコナリード408対392。さあしかもコナコナこれは MP がない。さあ戻って戻って戻って逃げ切れるか。さあカノンのセイクリッドレオ、さあここがショックを受ける。こちらは食らってコンセンサス、食らって回復が挟まれている。さあこれは粉々勝利来るか。さ
さあ、コラコラ勝利来るか。セイクリッド落とされて386414からザオで戻して、さあ1ポイントだ。さあこれは1ポイント差は決まって、これはユーモン。さあコラコラ勝てずに、これは1ポイント差でユーモンは勝利。ユーモン、マサル、ケント、タカヒロ、お見事優勝。渋いですね、こちらは。いやー、なかなか良かったですね。というところで、こちら優勝はユーママンが 5.39 倍です。 5.39 倍からは、しかしかなりね、その頭角が表してきてますね。さあこちら送ります。こちら100万ゴールドから準優勝コナコナ。さあ私かなり急がなければいけません。さあコナコナ100万ゴールドからがユーママン500万ゴールド12345。さあ500万ゴールドユーママンがお見事。ユーママン結構勝つね。さあこちらはお見事やゆうよ。ユーママンやゆうやゆうユーママン。さあ500万ゴールドお見事、ナイスキャッチから、そして最高キャッチがまず1617万ゴールド。こちらがフレンドのシーオンナイキャッチ、はい、シーオンお見事ナイスキャッチ1617からがお見事、はい、そしてガンガン送ります。1078万ゴールド。さあ1078万といえば1071万ゴールド、1071万、しずくさん返してください。チーム員のしずくさん、もしインするようなことだったら返してください。よろしくお願いします。さあハローワーク1078万ゴールドを投げち、全部抽選会に還元するんで返してください。さあこちらが1078万ゴールド。さあ1078万ゴールドからが、こちらがタヌタン、タヌタン、タヌタンが、こちらが1078万、お見事ナゲッチでけえな。そしてこちらアンジーが539万ゴールドからがアンジー、アルルじゃなくてアンジー539万ゴールドからお見事ナイゲッチ、はい、そしてヒロキンが1617万ゴールド、こちらフレンドひらがなヒロキンからお見事。しかし皆さん、次バージョンにも期待できる新人の皆様、フィグコロに出入りしてくれるようになってきましたね。非常にありがたいです。新しい方々が絶えず集まってくださってね、非常にありがたいですね。こちら269万と5000ゴールドがピグミン、これはチーム員かな。帰ってからの放送ね、頑張ります。ピグミンから269万5000ゴールド。いやー、今日は2時まで頑張りたかったけど難しかったな。はい、539万ゴールドからがこちらミッキー、まあ、これはまた皆さん、抽選会でお詫びさせていただきますので、今日はご容赦ください、ごめんなさい。こちらネジコからが1617万ゴールド。さあネジコもこちらお見事チーム員から。さあ何ぬネジコ、明日はあると思います。ネジコ1617万ゴールド、お見事ナイスキャッチ。さあそしてこちらがユーママンが、先ほど賞金プラスナイスコンマはナイスルール161万7000、マサルお見事、マサル優勝お見事。さあそしてこちらがユーママンが、賞金とは別のセルフ張りの161万7000ゴールド、こちらお見事ナイスキャッチ。そしてこちらキリ、539万ゴールド、
539万ゴールドからかきり、キリさんがこれはチームかな。さあキリ539万ゴールド、ナイス勝利はナイゲッチ。さあそしてオション、勝ち確からの高い方が入りました。539万ゴールド、フレンドからがオション。さあオションこちら539万ゴールドはお見事、ナイスキャッチ。さあそしてこちら、さあノバもありがとう。539万ゴールドからがリン。リンがフレンドでしたね。さあ539万からどうもありがとう。さあそして、ノバですね。今日がこれが、今日あれだよな、受付のやつこの1試合しかやってないよね。それでは皆さんね、夜中帰ってこれたら、夜中そうだな、12時半には帰ってこれたら放送頑張ろうかなというところで、皆さん、こちらが放送開始のお知らせ、そして抽選会をね、今後もやっていきますので、こちらナイスフォローよろしくお願いいたします。ね、これから仕事行ってかわいそうなやつだと思ったら同情でフォローしちゃってください。さあケントありがとう。さあというところで皆様、今日も散々ありがとうございました。散々放送の一日になりましたけど、最後はリアル仕事で締めくくるというところで渋いですね。払い漏れはないと思いますが、ここ一戦ですよね。ここ一戦から閉じてからがノバ。フレンドからが。